私だったわ。ごめんなさいね、明るい娘になりました。悩みがあったら私にも今度はください、お母さん。吹雪に打たれりゃ寒かろに、キュルリキュルリラ、ついておいでと泣いてます、キュルリキュルリラララ。聞き分けのない女です。生い立ち？父は双葉食品の元社員で兼業農家。音楽好きで雅子は厳しく歌唱を教えられたそうです。小学校4年生の時東京に引っ越します。人見知りが激しくいじめにあったため、学校に行くふりをして、実際には行かないことが多かったそう。宇都宮市立細谷小学校から港区立三田小学校に転校し卒業。港区立港中学校現、三田中学校から小野学園女子高等学校に進学後、堀越高等学校に転校し卒業しました。芸能界デビュー。1971年昭和46年10月開始の日本テレビ、スター誕生、23歳で出場。初代グランドチャンピオンとなります。同番組には雅子本人ではなく、激しい人見知りを克服してほしいと親戚のおばが内緒で申し込み、オーディション当日は洋服を買ってあげるついでだからという口実で歌を歌わせました。グランドチャンピオンになった結果、家にいろいろな芸能プロダクションが来て、雅子を芸能界に勧誘するようになりました。父親は猛反対だったものの、家が貧しかったことや母親の体が弱かったことから、家計の助けになるであろうと雅子本人が父を説得して芸能界デビューし、ホリプロダクションに所属。ホリプロに決めたのは学業と両立させてくれるからだったそうです。本名から他を抜いた芸名にしたのは固い響きが取れるようにという判断とのこと。1972年昭和47年7月1日、徳間音高から先生で歌手デビュー。当時のキャッチフレーズは、あなたのクラスメートと称されました。その翌年デビューした同学年の山口百恵、桜田淳子と共に、花の中3トリオと呼ばれました。1973年、第24回 NHK 紅白歌合戦に出演。なおこの中3トリオで最初に NHK 紅白歌合戦に初出場を果たしたのは森であり、当時女性最年少の15歳での出場でした。なお現在の女性最年少記録は芦田愛菜の7歳。1973年昭和48年、松竹の男じゃないか、投資マンマンで映画デビュー。同年、年頃で主演に抜擢されました。この年から開催されたモノマネ王座決定戦の初代チャンピオンとなります。1975年昭和50年、花の高2トリオ、初恋時代で初めて山口、桜田と共演。またこの年3、4月に開催された春の選抜高等学校野球大会第47回にお母さんが入場行進曲に選ばれ、森も選抜大会の開会式にゲスト出演しました。1977年昭和52年、堀越高校を卒業。同期卒業生には岩崎宏美、岡田奈々、池上季実子らがいます。演歌歌手へ。
1977年昭和52年の涙の桟橋以降、本格的な演歌歌手への道を歩み始め、ツワの一人、彼岸花。1978年、昭和53年など、難易度の高い曲を歌いこなせる実力派へと成長。1979年昭和54年、新宿コマ劇場で史上最年少女座長として森昌子公演を行います。1981年昭和56年、第32回 NHK 紅白歌合戦では、悲しみ本線日本海で出場9回目、23歳にして初の赤組トリを務めました。1983年昭和58年、越冬ツバメで第25回日本レコード大賞最優秀歌唱賞を受賞。感激のあまり受賞時に嬉し涙を流しながら歌い、その後の第34回 NHK 紅白歌合戦でも泣きながらの歌唱となります。このほか TBS の金曜ドラマ、思い出作りなどドラマにも出演、女優としても活躍しました。1984年昭和59年、NHK みんなの歌で海へ来てを歌唱。1985年昭和60年、第36回 NHK 紅白歌合戦で初の赤組司会を、歌手出番では2度目の赤組トリをそれぞれ務める愛唱家の歌唱前から感極まって号泣したため、途中で歌えなくなったそう。1986年昭和61年10月1日に森進一と結婚。1987年からシングルレコードの新発売がなくなります。2001年平成13年、第52回 NHK 紅白歌合戦に出場を機に、夫とのデュエット歌手として芸能活動再開。離婚。2005年2月、自宅で過呼吸の発作を起こし、意識を失って倒れ緊急入院。薬物中毒と診断され、集中治療室にて胃洗浄を受けました。過換気症候群とも呼ばれる一種のパニック障害でした。集中治療室から一般病棟に移って間もなく、夫の新一が医師に退院を要請し、本人の同意の上でわずか1日で退院しました。このことが様々な憶測を呼び、ワイドショーや週刊誌に不仲説が取り上げられて、後の離婚騒動に発展しました。同年3月、新一と別居。4月19日離婚を発表。親権を長男が雅子側、次男と三男が新一側で持ち、養育権は3人とも雅子側とすることを新一が提案し、雅子が同意しました。養育費は1人につき13万円として新一が負担しました。活動再開後？2006年3月27日、旧所属事務所のホリプロからソロの歌手として活動を再開することを正式発表。4月、幻冬舎から初エッセイ集、明日へを刊行。その後、和田アキ子、片平なぎさ、榊原郁恵らにより、おかえり雅子激励の会が開かれ、関係者700人が詰めかけました。5月、NHK 歌謡コンサートでテレビに復帰、悲しみ本線日本海、越冬ツバメ、親子葬を涙ながらに熱唱。以後意欲的にテレビ出演などの活動を行いました。6月7日、古巣のポニーキャニオンから20年ぶりの新曲、バラ色の未来をリリース。この年の暮れには、同曲で第57回 NHK 紅白歌合戦に5年ぶりに出場しました。元夫、新一との共演が注目されましたが、結局順序をずらしての出演となり、2人が同じステージに出演する場面は一度もありませんでした。なお、2007年平成19年以降、紅白には出場していません。2007年上期の NHK 連続テレビ小説、どんど晴れで女優業を本格再開。7月13日には22年ぶりのドラマ主演となる金曜プレステージ、お母さん僕が生まれてごめんなさい、放送。同年9月26日、体調不良を訴え、急性肺炎により急遽入院。同日予定していた熊本のコンサートをはじめ、同年内のツアーの中止を発表。2008年2月5日、NHK 歌謡コンサートで越冬ツバメを歌い、芸能活動を再開しました。同年3月31日、ホリプロを退社。
4月1日に個人事務所音楽工房を設立。2009年2月28日個人事務所音楽工房より通販による新曲「子供たちの桜」リリース。同年5月、子宮筋腫の手術を受けます。この頃から更年期障害や貧血、デビュー当時の歌唱力を失った自信喪失などから鬱状態に陥ります。2010年5月17日、子宮頸がん治療のため子宮を全摘出手術。がんと知って一時的に自殺願望が生まれたことを告白、退院時の記者会見の模様も放送されました。2011年3月23日、レコード会社をホリデージャパンに移籍。新レーベル、ハートソングレコーズから選択日和をリリース。2012年11月21日、レコード会社をキングレコードに移籍し、人生に乾杯を発売。2016年7月1日デビュー45周年を迎えた同日、記念シングル「100年の恋歌」アルバム「100年の恋歌時を終えて」を発売。当日は自身初のクラブでの記念ライブショーが東京丸の内のコットンクラブで開催されました。2019年3月25日年内限りでの芸能界引退を所属事務所が発表。12月25日、故郷の栃木県宇都宮市でのコンサートをもって活動を終了しました。それではここからは、動画のコメント欄を見ていきましょう。先生。雅子さんが歌われる先生、とっても素敵です。聴いていて温かい気持ちになります。雅子さんの声、表情、仕草、すべてに引きつけられてしまい、心の充足感を感じます。とても安心させてくれる綺麗な歌声ですね。祖母が好きな歌でした。待ってました。この曲には、現在70歳になりますが、私が様々な経験をする中で、この歌に合致するような人物になれたらな。今思うとなぜか涙が出てしまいました。良き感動の涙で素敵ですね。先生の次に聴衆が一斉に叫ぶ声が何か知りたいです。もしかしてブラボー、マーサコと言っていると思います。森マサコ、かわいい。かわいいな。豊かな豊かな表情と伸びのある素晴らしい歌声に癒されます。ありがとう、雅子ちゃん。素直に可愛いですよね。手を振る振り付けのところ、アイドル性があって好きです。印象的ですよね。引退前、雅子ちゃんは最後の曲は先生と言っていました。宇都宮ラストコンサートのアンコール最後の曲、やはり先生でした。あの時の光景は忘れないでしょう。やはりデビュー曲なので思い入れが特に大きかったのでしょうか。卒業式の後の余興で担任の先生に女生徒が歌って、その男性の教師が顔を真っ赤にしていた時代がありました。ええ時代ですな。これ聞いた後に息子のワンオクリメイク聞くと前向いていこうと思う。お母さん。感じたの泣き虫だったわ。ごめんなさいね。明るい娘になりました。悩みがあったら私にも。だいぶ前に母が亡くなりましたが、歌を聴いたら思い出し泣けてきます。
母には苦労かけて恩返しもあまりできなかったので。お母さん、心配ばかりかけました。許してくださいね。何一つ親孝行できませんでした。助けてあげることもできなかった。ごめんなさい、お母さん。この歌聞くたびに20年前亡くなった母にたまらなく会いたくなる。子供の頃、意味もわからず何気なく覚えて歌ってました。今、改めて聞くと8年前に亡くなった母を思い出し涙が出ます。多くのお母さんへの思いがコメント欄にあふれていましたね。昔の人はよくぞここまで神曲ばかり作れたな。作曲家も歌手も神がかってるとしか思えない。雅子さんの日記からヒントを得て作詞されたと聞きました。優しい心があればこその名作だと思います。歌詞と曲どちらも神がかっていますね。日記の思い出が題材になっていたんですね。素敵ですね。この歌を聴くといつも涙があふれてきます。雅子ちゃんのお母さんへの思いがいっぱい詰まった大好きな大好きな歌です。この歌への思い入れが強い人がとても多いですね。越冬ツバメ。吹雪に打たれりゃ寒かろに、キュルリキュルリララついておいでと泣いてます。キュルリこれほんと大好き。泣きながらなんとか最後まで歌い切ってるの最高。本当に思いをかみしめて、それまでの苦労などを思い出しながらなのか、堂々と歌い切っているのがかっこいいですよね。忘れてしまえとの部分のおえつまじりの熱唱がひどく胸を締め付ける。美空ひばり、千秋直美とともに不正室の偉大な歌手。日本歌謡界のレジェンドの一人なのですね。心で歌うとこんなに心に響く歌になるんですね。当時28歳でこんな素晴らしい歌い方ができるなんて涙。若々しい上に28歳でかなりの貫禄出てますね。心に響く歌声で感動させてくれますよね。心に響く良い歌だね。心身ともに疲れてる私には涙が止まりません。いい歌です。心にクソ染みますね。初めて今日聞きました。こんなに上手い人がたくさんいたと思うと驚きしかない。レベルえぐいですね。もらい泣きって何か気持ちいいな。すごく嬉しい。とても共感できる素直な良きコメントですね。雅子さん、今まで多くの感動ありがとう。あなたの歌はたくさんの人々に感動や情熱を与えてくれました。その歌はこれからも忘れることなく私たちの心の中に引き継いでいくことであろう。これからも長く愛される名曲であってほしいですね。ありがたいですね。古州人。歌詞としてはマイナスな感じなのに不思議だ。とても軽快で聴いてて楽しいのはなぜだろう。軽やかにステップを踏んで歌う雅子さんはとても珍しい。そっと涙を抑える仕草も見せるが、この歌詞に込められた生きることへの潔さを感じてか笑顔に変わってゆきます。
身体全体を使い伸びやかに発声するこのような歌い方もできた人だったんですね。歌手としてのポテンシャルの高さを改めて認識いたしました。それにしてもこの雅子さんは輝くばかりの美しさです。素晴らしい映像をありがとうございます。リズムの取る姿が素敵すぎ、ステップ踏んだり可愛い。雅子さんがステップ踏むなんて珍しいですよね。かっこいいです。この曲の雰囲気が他の多くの曲とは一味違う独特の軽やかさがあってとても良いですよね。涙をにじませつつも明るく全力で歌い切ろうとする姿がとても感動しますね。みんな一人、私も一人、心に突き刺さるこの言葉と雅子さんの透き通る声が私を泣かせる。深い歌詞を大事に歌っているのが分かって泣けますね。父親が好きな曲、この透き通った声は浄化される。リズミよく声もよく詞もよく、三拍子揃った名曲だと思います。森雅子で一番好きな曲っすね。これ聞くと元気出ますわ。この曲良すぎますね。33年前にタイムスリップしてこのコンサート生で見てみたいです。感動でハンカチなしでは見られないと思います。いつ見ても33年以上前の映像とは思えない新鮮さと歌の魅力ですね。人の心引きつける歌も姿も、歌うために生まれてきたみたいな魅力の高さですね。概要欄に動画のリンクがありますので、チェックしてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。